裏金問題とかね。だから怪我しても一軍出てる人って見ません？たまに骨折してても出てる人って。確かに勝ちパターン合ってる時に出てる選手がいきなり大負けで出てる時とかあるんですよ。ありますよね。これなんですよ。そうなるほど。育成枠とか、うん、ドラフトでなんか1位2位で入った人とか、うん、大卒の人もいれば高卒で入った人もいればってなった時に、うん、なんかやっぱりあるんですかね、俺の方が偉いんだみたいな。ヒラルキー的な。まあ縦社会のね。なんか偉いのは大学生の方が偉いんだ。いやもう、まあ、ちょっと支配下選手と育成選手、支配下っていうのはもう背番号2桁で一軍の試合に出れる資格がある選手と、育成選手3桁番号で支配下選手にならないと一軍選手に出れないっていうこの2パターンですけど、その中の2つのパターンの中で実績も違えば年も違うんですけど、やっぱそこは横一線です。育成選手は横一線だし、支配下選手は横一線で、そこでもうねワンチャンス掴んだら行く人もいるし、1位だから、まあ、出場機会与えられるけど、そこを掴めなかったらどうなのって。ダメですもん。2、3年の首でもあるんで。だからもう仲良くはしますよ。どうはい、うん。結構下克上も多いんですか、その下のランクから活躍していく人っていうのは。そうです。僕らの育成選手から支配下になって、はい、今ジャイアンツのコーチになってる人もいるし、千賀とかそうじゃないですか、ね、はい、福岡のソフトバンクも、ね、3億ぐらい稼いじゃってみたいな。夢ありますね。やっぱり野球は別格ですね。違いますね。育成選手で240万最低年俸と言われてる。育成は240万最低。そっから3億5千万稼ぐ人もいるから。すごー。野球ちょっとデベンチっすね。野球だけメディアに出るんですかね、アイスイート。ああ、確かに。サッカーって昔出てましたっけ。ちらっとなんか、名鑑とかには出てましたけど、でもなんか本当かどうか分かんないですけど、選手名鑑。野球はもう、だって契約金がバーンバーン出ますもん。ウィキペディア見ましたけど、カリツさんも巨人軍1億プラス出来高5000万の契約って載ってましたけど、出ちゃいますよね。出ちゃいますよ、ね、確かに。まあ、契約金は退職金なら僕ら。あ、そういう感覚なんですね。そうか。まあ、手をつけるかつけないかちょっと分かんないですけど、それを貯蓄するのか運用するのか分かんないですけど、会社を設立して、まあ、物に変えちゃったりする人もいるし、で、まあ、その裏金問題とかね、まあ、大きいじゃないですか、ね、まあ、その提示額よりさらにもらってたっていう選手はやっぱり、ね、バッシング受けて投球回追放みたいなこともあったし、その裏の話それもね、僕の時は知らないです。あ、そこはなかなか、その5000万できたかっていうのを、うん、何をしたら5000万もらえると思います。確かに、なんかノルマ達成的な感じ。出場試合とか何勝とか。そうですね。ルーキーの時って多分取らせるんです、取らせるように設定されるんです。だから低いんですよ、ハードルが。項目が10個ぐらい、そのうち3つでいいよって言われるんですよ。登録日数が30日とかだったら、もう1ヶ月いればいいんですよ、自分。年間3勝とか、防御率がなんか 3.5 以内とか、あとファンサービスを年に3回取りなさいみたいな。ファンサービスなんかイベントで、ね、握手会、ちょっと10分だけ行って、それも1回完成。そんなあるんですね。で契約更改ですかね、10月の時に。じゃあその出来高に対して 10項目のうち3つクリア以上したら、じゃあこれ何月何日振り込んどくのみたいな。えっって思って今振り込んだからっつって通知を見たら、うん、みたいな、怖みたいになるんで。そんなブランクなんですね、振り込んだよみたいな。ちょ、大金なんで一応電話で確認。ああ、なるほど。今から振り込むからっつって見たいや、すごい。いや、すごいね。20代前半っすもんね。年俸って球団によってやっぱり結構高いですね。いや、いいとこ好きなんですね。天下の読売さんはね、ゼロ1個多いんですよね。一応、ルーキーって1億の5000万、1位で。大体そう。2、3年経って、あ、この選手必要だな、結果欲しいなっていう選手に対しては、それできたから毎年毎年ついてくるんです。だからそれがだん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 こう、項目に対してハードルが高くなっていくんです。3勝だったら5勝みたいな。年間一軍にいてくださいねって。だから怪我しても一軍に出てる人って見ません？たまに。骨折してても出てる人って見ます。確かに。なるほど。これなんですよ。そう、昔だと金本さんとかもすごい、ね、俺だからお手伝いかと実はこれだった疑惑もあるんだけど、あの時はもう優勝がかかってたから、なるほど、なるほど、そっちの気持ちだったなるほど、多分これ取っちゃなかったんで、じゃあ多分いらないと思う大変失礼しました年間契約の中のインセンティブの項目ミッション次第で多分そういう風な闘争心が生まれます。多いですよね。これ達成したら1000万ね。なんかおかしいですね。なんかもう振り込んだよみたいな。やばいですね。それであったのでだから三項目のうちね、故障しました。防御 3.5 以内です。あと試合数が1試合足りますよ。49試合、あと1試合しかないです。で勝ちパターン
ね、勝ってる時に出てる選手がいきなり大負けで出てる時とかあるんですよ。ありますよね。それ試合稼ぎに行ってるんですよ。なるほど。ちょっと出してくださいみたいな感じで。それ監督に言うんですか、自分から。最後の方にインセンティブのやつみたいな言われる。インセンティブマジっすか。ちょっと足りないやついるみたいな。めっちゃいい営業会社みたいな。社長がね、インセンティブ足りないやつ。球団的に余裕がある時ですよ。優勝決まってとか、全部決まって、あと消化試合だよ。試合があと3試合だけど、あと3試合達成するやつだよ。優しい。でもそこちゃんと聞いてくれるっすよね。あと勝利もね、3試合のうち1勝しないといけないって結構難しいから、その競ってる部分で変えてもらうみたいな。いうのもあるから、ちょっと、その辺も、チーム状況に応じながら出させてもらうというのはあるんですよね。で、コーチから監督に言って出させてもらって、ことあるんですね、49試合か50試合かって3項目達成で見たっていうのもあるんですよね。勝手なイメージですけど、なんか原監督がちゃんとなんかやりそうで、あの長嶋さんミスターの天然で適当なの間違えてなんかいけーとか言って間違えたみたいな、ある、あるかもしれない。なんかイメージですけど、理解を持った監督じゃないとね、はい、それその辺と、あの楽天の星野仙一さんとかもおおらかだったんですか、割と厳しそうなイメージが。なんか厳しいっすよ。そうそうね、軽いノリでインセンティブな人なんていうイメージがあんまり、ね、そこも多分チームの状態だと思うんですよ。消化試合などどうなのっていうところでちょっとやっぱ変わるんで、ね、あ、その方あるんですけど、お客さんやっぱお金払って見てくれてるから。そうですね、確かに。まあ、提案する、コーチから提案してもらって、監督が最終的に決めるので、やっぱあの勝ちパターンのやつ出さないといけないっていう監督です、ね。まあ、そうっすよね。まあ、自分もね、監督も成績出さないとクビになっちゃう。勝ちパターンで。はい。大体多分終盤になってくると、僕戦略室にいたんですけど、はい、データ出してみたいな。で、何項目、なんか、この選手こういう契約結んでるから、あと何打席何安打で達成するのみたいなことを聞かれる。あ、でもそうした時、把握してくれるんですね。だったら、ちょっと休ましいよね。現実的無理だったらみたいな。今日優勝争いしたらもう出さないといけない。まあまあそうですね。まあそうですよね。そういう裏の話はあります、ね。へえ。なんかやっぱ今までにない内容で。ちょっと別ですね。いやもうなんか楽しいですね。へえ。でもあのなんかそれこそそれなんか僕ばっかりで、サッカーよりもこうベンチにいる時間すごくこう野球選手って多いイメージがあって、実際こう選手間って。仲いいのかなとか、まあ、野手とか投手とかいろいろこうあるじゃないですか。あ、そうですよね。派閥とかあったらいろんな、その辺の、あの、ちょっと下世話な話、僕、ちょっと大好きで、ぜひ聞かせていただきたいな。派閥は正直、あると思うんですよ。そう。ジャイアンツの時なんてもう一流選手ばっかだったから、はい。まあ、上の年の選手、うん、同い年ぐらいの人たちが3億、4億ぐらい稼いでるわけです。はい。多分、ここってうまくいくと思います。いやー、いかないですよね。そうですよ、俺が俺がみたいな感じですよね。やっぱ自分のグループ作りたい、はい、ああなるほど、確かに清原さんの元木さんみたいな、そうそうそう、いっぱいあります。でも完全そうですよね。年末年始の自主トレ行くときに大体分かるんですよ、はい、誰かが。なるほど、そこは多分いっぱい。なるほど、よくテレビで見るやつですね。そこ崇拝してるみたいな。あ、この人は尊敬でついていってる。今はちょっといろんな球団とミックスしていってるっていうのがあるので、そこがちょっと問題なんですけど、多分こういう話もしてるだろうし。まあそうですね。内部情報漏れちゃいますからね。まあ確かに確かに確かに。確かに、もしかしたらね、そういうサインなんかとか言ってるかもしれないから。ああ、まあちょっと漏れるかもしれないですね。球団としてはちょっと危ないですよね、そういう。各球団集まってやって自主トレするのっていう。僕らの時はあんまりそういうのなかった。ジャイアンツはジャイアンツ。その中の誰々派みたいなのが分かれてる。僕、うん、は高橋久美さんって、メジャーリーガー。久美さんいっぱいで、その下に内海哲也さんって。おー、内海さん。ほとんどサンスポーの。そうそう。左がいたんですよ。そこで僕、お呼びかかって、グアムの方に毎年行ってて、練習についていけずみたいな。へぇー。こんな練習すんのみたいな感じで、いろいろ教えてもらって。まあまあ、そういうね。派閥、派閥、一派ですよね。そういうのある。けどまあうまくこうやってますよ。嫌いっていうのはあるですけど、そこはもう勝負の世界だから。まあそうです。まあそうかそうですね。仕方ないし、派閥というか
一発、ね、一発ね。おー、コーチンプレーとかあるじゃないですか、テレビ。あー、井上さんがやってて、僕もう乱闘シーンが大好きで、もう大体あのタフィーローズとかとか、もうカブレラとかもうグーッ行って、関ヶ原もなんかもさ、もうグーッとか行って、ある中で、あれ乱闘って何、選手の皆さんどうなんですか、まあ、確かに。マジかよ、乱闘、これ行くの行くのみたいな感じですか、あれ。確かに、確かに。の時そんな乱闘っていうのはもうなくなってきてたんですけど、はい、やっぱりそういうのあった時にベンチから出ないと泣きなんすあれって。知らなかった。まさかの。中継ぎピッチャーってベンチにいないんですよ。ブルペンで投げてるんで、うん、その人たちも乱闘だなって思う。ブルペンからも行かなきゃいけないですか。全員出ないと罰金になるんで。まあそう、罰金取られたっていう人はいないですけど、はい、そういうなんかプロ野球のその暗黙のルールなのかな、出ないといけない、止めに行かないといけないっていうのがあるんで、僕の時も3回はおー、一回僕自分でやっちゃった時、そうなんですか、ルーキーの時に神宮球場で、はいはい、青木宣親さんと役に、あの人がめちゃめちゃ打ってた時で、はい、ジャイアンツもねよく打たれてたんで、はい、やっぱ手を打たないといけない、まあそうですね、ルーキーだったらいいんじゃないみたいな、はい、なってインコースガンガンいったっす、ね、全部いけるっすね、赤毛の痛いなみたいな、いけいけ、4打席中3打席デッドボールでやりきりましたね。それはやばいっすね。私は安倍晋之助さんだ。私なんかあったらみんな出てくるから。うん、あ、そういうさ、なんか言ってくれるんですね。言ってくれるんですよ。3回目当てた時に、さすがに青木さんも、ヘルメット投げられて。ヘルメット、ここまで来てる。マウンドに。あっつって。そしたらもう。バーンってで若いピッチャーの人がこう押さえてくれて、お青木さんもルーキーに対して3打席当てられたら生しないっていうね、プライドがあるプライドもあるし、そう示しつかないし、ヤクルトもその若い選手、うん、っていうのを後日言われて、青木さんに確かにもうヘルメット投げてすごい収まったの、うん、ビビりましたね。いや、ドキッとしますよね。これかと思ってなかった、それくらいコープレーで見たよ、やったんかよみたいな。まあ確かに、これワンチャンチームプレー乗るのかやべえっつって、その乱闘の後のごめんなさいを言いに行くだとか、はい、結構こう球界全体で礼儀礼節じゃないですけど、うん、クリーンっていうのがよく現れてますね、うん、野球って結構礼儀がすごい、まあ縦社会で礼儀もあるし、うんうん、これあるあるなんですけど、プロ野球の世界って悪い評判すぐ回るんですよね。育成だろうが、二軍選手だろうが、一軍選手だろうが、裏方だろうが。裏方でもですか、どこでもなんかあいつ、態度悪いみたいな。態度悪いし、挨拶来ないみたいだろうとか。へー、そういうのって、嘘でも各球団のね、トップとかね、そういうのに入っちゃうと、うん、やっぱトレードもしにくいし、うん、球団に残って仕事するっていうのも難しいんで。前回多分太郎さんが言われてた、ね、僕見たんですけど、はい、応援される選手、応援される、ね、選手になってほしいみたいなっていうのは、うん、ふと今ね球界から離れた時に、あ、やっぱそういうことかって、うん、球団残れたのも多分悪い評判だったりっていうのは多分なかったから、うん、だと思うし、まあ、まあ確かにないですね、うん、それが多分仕事にもつながって今にも多分つながってると思う、はい、それはなんか深いなと思って太郎さん、ありがとうございます。見ていただいて。これ今、テロップ、笑顔はしています。キャップとメガネ。ただ、はい、さんこっちは。